頑張ります。ライトは持っている。見つかる前にやる。バレてない。なんかちょっともやというかかかってるのでバレないんですね。 OK。 車持ってった方がいいかな。持ってきましょう。一応今マスクはしてます。前回のはね、多分いらなかったですね、マスク。常につけてましたけど。つけてて、見づらいとか言ってましたけど。あ、これまた多分ね、ここ変えるんですね。これ明らかにこっち行ったら危険ですよね、このドクロマーク。でも多分今このスイッチ変えたのを右に行くために変えた気がしてならないんですけども、まっすぐも行けるのかな。さあどっち。あ、右でしょうね。あ、だよね。絶対やばいじゃんこんなの。あ、またなんかいる。ひどいやつがいる。女、子供。早く助けよう。あ、閉まってる。そうだな、穴を塞いでも意味がない。どこにいんだろう。早く助けたい。それでもベニスへの移動路は必要だ。くそ、最悪の状況だな。用心を怠るな。仲間の様子を見てくれ。どうしよう。いっか。くそ。おい、やつはここだ。なぜ。消して。消して。OK。ない。死体見つかっちゃうか。これは消せない。大丈夫だって言うんだ。そこでライターで火をつけると、奴らはただその場に座って、あれ、さっきの口をぽっかり開けていた。さっきの救えてないかな。黒い何かが出入りしていたんだ。マスクいいか、これ叫びながら俺の手からライターを叩き落とした。俺は駅まで必死で走ったさ。で、奴らは消息、間違った。そいつはすごいな。あれ、でもうち人いるからさ。トンネルの主の話は知ってるか。いや、これはあるトンネルでの話だ。そこでは皆焚き火や酒やカードをしてる。すると突然立ち上がってトンネルの方に歩き出す奴がいた。ここまではどうでもいい。こっちで喋ってんのか。
どこに行くのかと尋ねると、主が呼んでるって言うんだ。そうして呼ばれた奴はベッドに縛り付けようが、名を食いちぎってでもトンネルに駆け込んでいくんだ。こいつと喋ってんのか。あれには背筋が凍ったよ。なんか飲むか。飲む。基本こう隠れながらなんですね。あ、なんか飲んでる。なんか飲んだ自分。あれ、さっきの人質どうなっちゃったんだろう。ダメだったかな。ていうか、ここどこ、ここなんだろう。何なんでしょう一体。あれ、何のために来たんだろう。出てきちゃった。は？ちょっと、助けられなかったってこと？は？壊れた。ついに壊れちゃいました、愛車が。って言ってもね、ほら、もうなかった、なかったっす。ここで道は終わってました。私今マスクしてたっけ。一応しといた方がいいですね。多分今してたらまたバリバリになってましたね、画面が。あれ、また間違った。まっすぐ、まっすぐはいけない。あ、横入れるか。今度は人じゃないっぽいな。あー、なんか聞こえる、なんか聞こえます。おお、いるね。いるね。あ、なんかある。人じゃないか、これ。死んでる、いっぱい。あ、うん。いるんだ。これ、相手じゃない。
だこれ、なんだこれ今の。どこ？まっすぐ。あーなんかちょっと広い。どうなんだろう。狙っていくべきか。ここもこそこそ行けるかな。全然どこ行っていいか分かんないや。上かな下かな。なんだろうこの声。腐ってる。女どこどこどこ。あ。なんかここなんかね、あ、なんだろうこれ。なんか鳴らした。いる？今行くぞ。早く来て。あ！あ！な！あ！違う。違う。違う。当たらない。あ、近い。あ、つながなくなっちゃう。やばい。この銃じゃない方がいいか。ちょっと待って。ちょっと待ってね。まだ、まだ待って。まだ待って。あ、ダメだ。この銃ダメだ。ダメだ。逃げる。落ち着けじる、落ち着けじる、落ち着けじる。すごいいるじゃん。ダメでした。ショットガンは非常に有効だ。だってどんどん撃てないんですけど。ショットガン有効だ、うん、やっぱあんまりね、近くにいるときにじゃダメと。今これはショットガンじゃない。うーん、でも近くにならないと当たらないので。当たんないんだもん。これもう一回鳴らすとこからかな。鳴らしたかな。どっち？これから？まだ？早く来てよ、助け。ちょ、鳴らした？どっち？鳴らすとこからか、やっぱり。こうなるべくこう背中にしてさ、壁を。どっから助けに来てくれんの？来た来た来た、上から来た。やっぱり一発では決められない。ダメだダメだ、ダメだ、やっぱりダメだ。早く来て、早く来て、早く来て、早く来て。ああ
私。走れば追いつかれない。やばい。落ち着いて。あ、入った。違う、どこ狙ってん。どこ狙ってん。動いて。動いて。超いるんすけど。やはりこのクソ野郎。よかった。本当に。ありがとう。こんな場所に一人で行くなんて。いや本当は一人じゃなかったんだけどさ。これから水路に入る。岸までのルートを考えないとな。助かった。地表の雪が溶け始めている。慣れ親しんだレールカーは大破したが、代わりに次なる相棒でしょうか。ああパベルね、間もなくベニスに入港する。パベルに会えそうですね。次は到着しているはずだ。うん、ちょっとねはっきりさせないとどうなのと。ということで、次も頑張ります。エポエポでした。ではでは。